4月12日深夜、小林の家が全焼し、焼け跡から妻恵子の焼死体が見つかった。そして小林は行方不明となった。不可解な失踪を遂げた小林正文、彼が残した作品「呪い」はあまりにも衝撃的な内容。すいません、ちょっとこの辺取材に来てるんですけど。なんでそんな言い方できんだよ。少し。なんでそんな言い方ができるんだって聞いてんだよ。お話をちょっと伺いまして。言い方。すいません、私小林。もしこれが仮に猫であると、ニャーニャーということで連続的に鳴くんですが、はい、この部分に特徴的な鳴き方があります、はい、これがニャーという形で、はい、息を吸い込むように引いてるような感じの鳴き方になります、はい、これが人間の赤ん坊特有のものなんです。調べてみたところ5人以上もしくはもっと多数の、まあ、人間の赤ん坊の声が重なっているというような、そういった信号だと思います。会は二重丸だったんですけれども、皆さんよく見てください。外側の丸と内側の丸、2箇所に途切れているところがあります。ちょっと難しいんですけど。これいましたよね。いましたね。いましたね。はい、君、君はこの子すごい。矢野かなちゃん。ちょっとその答え見せ。実験の日から微熱が下がらないというか、まあ、続いてまして、横になってる時間が長いんですね、うん、それで病院では見てもらったんですけど、原因がわからないと言われまして、でちょっと心配してるんですよ。まあ正直言って番組では一度にある実験の量が、スポットでありますとある神社に向かって行ってるわけなんですけども、そうですね、ちょっとアンガールズだけじゃ物足りないということで、女優の松本まりかちゃんにも来ていただいております。こんばんは、松本まりかです。よろしくお願いします。まりかちゃんはもう霊感が強いということで。そうですね。そうですね。どうなんですか、もう物見えちゃったりするんですか。そうですね、よく子供の頃から。子供の頃幽霊らしきものは。大丈夫ですか、マリカちゃん。いやー、なんかここはさっきからチリ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 痛いんですよね。なんか痛い、チリチリチリ痛いの。怖えな、なんかよくないんじゃないの、やっぱり行くの。いやいやいや、でもそれは今日はそれを取りに来たわけですから行きますよ。うわっ、うわうわ、ここだ。うわ、ちょっと行ってみる。へえ、怖いな、本当に。ちょっと熱い。熱い、なんかあるかもしれないです。一応なんかね、なんかすごい変な感じがするんですよ。お前ちょっとこっち。いやいや、行かん方がいいって。そういうの、それじゃあみんなで行こう、みんなで行こう。すごい変な感じがする。そっち何もない。ここかもしれない。あれ、ちょっとこの辺ちょっと映してもらっていいですか。これこの辺だけなんかすごい木が枯れてる。ない、これ。おー、他のところ全然緑なのにな。 あっちも緑だよ。この辺なんだ、この辺一体だけよ。こっちの木もすごいなんかボコボコしてんだけど。うわ、ほんまや。これなんか汁みたいなの垂れとるやん。何これ、何が出てんのかな、これ。あ、ダメ、触っちゃ。触っちゃダメ、やばいの。本当にダメ。離れて。あ、ここやばいの。うん、え？何？おお、おお、あ、怖っ。何？あ、どうしたの？今なんか聞こえた。え？今なんか聞こえた。怖い。マットなんだ。怖い。これない。怖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 
この後マリカちゃん悲鳴を上げて倒れますよね。ええ。そのちょっと前にこの画面の右側。失礼します。お疲れ様です。あのカメラマンの宮島です。あ、よろしくお願いします。松本まりかです。よろしくお願いします。松本さんの右側に映ってるんですけども、ですね、まあ一瞬なんでちょっと出てきたら一時停止しますね。この後ですね。ここですね。どうだ、関係ないかもしれないんですけど。ええ、何でしょう。ちょっと最近気になることがあって、これなんですけど、あ、この絵ですか。はい、よくわかんないんですけど、気がついたらなんかその模様を描いちゃってるんですよね。これ描くようになったのいつ頃からですかね。多分神社のロケの後ぐらいから。神社のロケの後。何のことですか。ちょっと、おじさん、ちょっと落ち着いてください。落ち着いてください。大丈夫、大丈夫、落ち着いてください。もうちょっと待ってください。松本さん、これあの系統の感じに似てますね。そうですね、なんかやっぱ似てるよね、この結び方っていうか。どうしたんですか。なんかあるんですか、上に。松本さん。私はただカグタバの呪いが絶えたことを祈るのみだ。多分ね、もう全部ダメなんだよ。